赤沢隆史殿は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、三好氏の家臣、阿波国板の軍番西城主。赤沢氏は、小笠原氏の初夜であり信濃国を本拠としていたが、遠徳三年に、一族の赤沢ともつが、室町幕府の官僚、細川正元に、戸様の内主として使え、その養子、長爪も阿波細川家の細川住元に使えた。 赤沢隆史殿は、長常の子孫、またはその名跡を継いだと思われるが、半然としない。また、工事元年には、赤沢本家の赤沢京里氏、慶京の子、長勝、定業も買い、武田氏に、品野を追われ、品野守護の小笠原長時と共に、小笠原初家の三吉長慶を頼り上落している。そう伝えは、阿守護大三吉当主である三吉長慶の弟、 三好十九に仕え、十九の命を室と迎えており、着子、鹿之助、一族の、板西上三人衆、赤沢では守る、坂上備前神、秋日守る、及び、安倍梅芽生、坂東紀神、大寺松尾のタスク、赤沢美の守る、深海右近、犬伏左近、七条、孫四郎、高輪孝内を、赤沢家十二人衆として近隣に配した。 A65 年3月、久米田の戦いにおいて実球が戦死すると、上桜城主の篠原長房、木津城主の篠原次トンと共に出家し、その後、実球の子、三好長春を重心として補佐した。元気4年5月、篠原長房が、四君、三好長春、東郷有保、阿波守護、細川正幸により上桜城を攻められ自害する。この時、長房と信仰が扱った。 宗津隊の伊丹城も攻められている。その後、宗津隊は、死運の討伐は、もっての外だ。忠節な武士を撃つことによって、三好の天下も終末が近い。と嘆き、伊丹、西城を吸って三年間高野山へ引きこもったと伝わる。天正四年、三好長春も、細川正幸と争い戦死し、東郷有穂が、三好長春の後を継いだ。天正十年九月、 総津隊は、長祖壁元地下が、三好有穂の勝ち随城を攻めた中富川の戦いにおいて、一族老党を引き三好方として奮戦したが、討ち死にした。四国八十八箇所令状、第三番札所、金泉寺奥の院の愛前院に美容が祀られている。赤沢品の守るのわらじと、んと昔あったと。板の町板西城主に、赤沢品の守る中部将がおった。 土佐の長祖壁元地下が、かつ水城へ攻め寄せてきたとき、城の近くの中富川で、大合戦となった。阿波で一番おっきょい戦中ことで、阿波の殿さん三好氏も滅ぼされてしもうた。三好氏の家来だった、品の守も中富川で戦こうたが、内死にしてしもうた。品の守は、敵の偉い侍の一人を組み伏せ、鎧痛で体を刺そうとしたが、 入いとったわらじの紐が切れてしもうた。この表紙に敵将が起き上がり逆に刺し殺されてしもうたんじゃと。こんなことがあって、シナの守るを祀ってある板の町、松坂の阿弥陀寺の祠らにわらじがいっぱいかけられとるんじゃ。これに奥方も神経痛で足が弱っとってはよう逃げることがでけなんだ。これから腰から下と足の病によう効くちゅうてお参りに来る人がおるんじゃ。 わらじは、病が治ったがんほどきの印じゃそうな、大しまい、ありがとうございます。